ファーミントンはアメリカ合衆国メイン州西部のフランクリン郡に属する町であり、同軍の軍長所在地である。2010年の国勢調査では人口7760人だった。町内にはメイン大学ファーミントン校、ノルディカ記念公会堂、ザ・ホームステッドがあり、また毎年ファーミントン祭が開催されている。ファーミントンとなった地域はかつて、 アベナキ族インディアンの氏族であるカニバス族がロードにしていた。ファーミントン滝に近く2カ所の宿営地があり、トウモロコシやジャガイモを栽培するために切り開いた畑があった。その取りの柵は現在のファーミントン滝のビレッジがある場所を中心として1エーカーを囲んでいた。年、メインのトップシャムからある集団が入ってきて地域を探検し、 町の区割りを決め、プランテーション第一号あるいはサンディガワプランテーションと呼んだが、高級的な定着はアメリカ独立戦争のために遅れた。1781年、最初の開拓者が入植し、同年、製材所が設立された。1794年2月1日、サンディガワプランテーションは、ファーミントンという名前で法人化された。その名は図抜けて肥沃な土壌から来ていた。 ファーミントンだけの近くに一群の丸太小屋を建設したことに始まり、町は急速に発展して繁栄した。初期には農業が重要な産業であり、干し草が主要生産物だった。果樹園ではリンゴなどの果物が栽培された。ニューイングランドでも最大級の毛織物の生産地であり、丘陵やその間で多くの羊の群れが草をはんだ。町の水力が工業を呼んだ。 製材所は5カ所あり、窓枠、ブラインド、扉を作る工場が2カ所、レンガ工場2カ所、カジバ、熊手工場、製粉所3カ所、一ダース近い入馬車製作所、チーズ工場、トウモロコシの缶詰工場2カ所、収穫機工場2カ所、糸巻工場、川なめ芝があった。地域の製造業、貿易、農業の中心だったので、1838年に、 フランクリン軍が設立された時に、その軍庁所在地に指定された。1859年、リーズジャンクションからファーミントンまでアンドロスコギン鉄道が開通し、貨物や旅客を運んでくるようになった。1879年、狂気のサンディ川鉄道の南端となり、レーンジリー湖やシュガーローフ山のある地域への玄関となった。 1886年10月22日に退化を経験し、家屋33軒、店舗19軒、教会3棟、軍艦屋と郵便局が破壊された。著名な建築家のアーサー・エイチ・バイナルが設計し、1877年に建設されたメソジスト教会は、延焼を免れた。今日のファーミントンは、学園町とリゾート地になっている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、町域全面積は55.82平方マイルで、あり、このうち陸地55.67平方マイル、水域は0.15平方マイルで、水域率は0.27%である。町内を、ウィルソンストリーム、テンプルストリーム、ビーバーブルック、サンディ川が流れている。町内には、アメリカ国道2号線、メイン州道4号線、 道27号線、道43号線、道133号線、道149号線が通っている。街の東はインダストリーとニューシャロン、南はチェスタービル、南西はミルトン、西はテンプル、北はストロングとニュービニヤードの各町に接している。ファーミントンの街自体は4つの地区に分かれており、ウェストファーミントン、フェアバンクス、ファーミントンフォールズ、 ファーミントンと呼ばれている。フェアバンクス以外の地区に、それぞれの郵便番号があるが、町域内にあることは、間違いない。ファーミントンの気候は季節によって、温度差が大きいのが特徴であり、夏は暖かいから暑くて湿度が高いことが多く、冬は寒くて、時には厳しい寒さになる。ペンの気候区分によれば、湿潤大陸性気候、略号では DFB に当たる。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フランクリン郡庁舎ファーミントンはフランクリン郡の中で人口最大の町であり、郡庁所在地である。その結果、地域の管理用建物が多く、裁判所や保健社会福祉省の支所がある。政府は調整委員会の形式をとり、 町役場で各週の火曜日午後6時半から会合を行っている。日々の調整管理は町マネジャーが行い、毎年3月にはタウンミーティングを開催している。ファーミントンには多くの歴史的資産や地区がある。例えば、カトラー・記念図書館、ファーミントン歴史地区、第一回収派協会ユナイテッド・チャーチ・オブ・クライスト、フランクリン群庁舎、フリー・ウィル・バプテスト集会所、 グリーンエーカー、チェスター・クリーンウッド邸、メリル・ホール、ノルディカ・ホームステッド、旧ユニオン集会所、ハイラム・ラムスデル邸、タフト邸がある。ファーミントンは、クエーカー・京都のルシア・キューニングによる、町に来る、新秩序について、予言の対象となっている。最初の予言は2006年6月6日火曜日についての予言だったが、 その日に80人以上が集まった中で何も不思議なことが起こらなかった後、現在は来る数年のうちとされている。その予言によれば、ファーミントンの長役に起こる来たるべき新秩序は次のようになっている。中心街、ありがとうございます。